はい、皆さんこんにちは。今日は、ケーキを作りたいと思います。イギリスのカフェに行ったら多分必ずあるケーキの一つ、レモンドリズルケーキを作ります。はい、それでは早速作っていきましょう。それではね、いつものようにちょっとスタンドミキサーを使うんですが、普通にハンドミキサーを持っている方はハンドミキサーでやってください。で、持ってない方は泡立て器ですり混ぜるようにしてください。常温に戻したバターが入ってます。そこにお砂糖を加えます。これをね、すり混ぜていくんですけど、私ちょっと今日茶色いお砂糖を使ってますけど、どんなお砂糖でも大丈夫です。普通のグラニュー糖とかキャスターシュガーとか三温糖とかブラウンシュガーとか自分の好きなものを使ってください。ですね、ここでバターの話ちょっとするんですけど、バターってレシピに必ず無塩バターって書いてありませんか？あれ私も守ったことないんですね。で、いつも有塩バターを使うんです。そうすると少しお菓子に塩気が加わってすごく美味しくなるんです。で、あるレシピを書いてる方の中には、塩を入れると膨らまないからっておっしゃる方もいるんですけど、今までお塩を入れて膨らまなかったことはないです。ゼロです。なので無塩バターって書いてあっても、別に有塩バターを使っても全く問題ないって私は思っています。パンを作るときにイーストの妨げになるとは言われていて、確かに塩をたくさん入れると膨らみが悪くなるかもしれませんけれど、それでもパンを焼くときでも私は有塩バターを全然使っちゃいます。それでもし無塩バターを使っても結局お塩を一つまみ入れたりするんですよ。なので全く同じことじゃないですか。なのであまり気にせずに有塩バターをガンガン使いましょう。はい、それでは混ぜていきます。はい、一度ね、また側面についた砂糖をこそぎながらちょっとお話しするんですけど、お砂糖もね、さっきも言ったように自分の好きな、自分のお家にあるのを使えばいいんでね。それとかベーキングパウダーとベーキングソーダ、ベーキングソーダしかないけどレシピにベーキングパウダーって書いてあるからどうしようと思ったら、ベーキングソーダだけ使えばいいと私は思ってるんです。それぐらいおおらかな気持ちでお菓子は作るべきだなと思って、あんまりね、レシピに書いてある通りに、どうしてもこの通りにやんなきゃって思うと、その時点でお菓子作りとか料理って楽しくなくなっちゃうと思うんです。なので自分のお家にあるものでやればいいんですよ。まあ、どうしてもないとダメなものってありますけど、ベーキングパウダーだったりね、砂糖なんてどれ使ってももうちょっと味の変化が出て逆に楽しくて、自分の家庭の味、自分のお家の味ができたりそれでするんですよ。なのでお菓子のレシピをそのままフォローしなくちゃって思わない方が、料理とかお菓子作りはきっと楽しくなると思います。はい、じゃあまたちょっとだけね、すり混ぜてこのあと卵を入れていきます。今ですね、卵が混ざった状態です。そこにサワークリームを入れていきます。クリームが入ることでまたしっとりして、なかったらね、ヨーグルトでも大丈夫です。ヨーグルトをね、しばらくザルにキッチンペーパー敷いて、その上にヨーグルトを入れますよね。で、しばらく置いとくんですよ。そうすると結構サワークリームにそっくりになるの知ってました？なので家にヨーグルトしかなかったら、またサワークリームがないとできないと思わないで、ヨーグルトをザルで水分を落としてあげるんですよ。そうすればもうほとんど一緒になりますので、それもやってみてください。はい、じゃあ混ぜていきます。そしたらね、小麦粉入れます。小麦粉に、ベーキングパウダー小さじ1とベーキングソーダ小さじ1弱が入ってるんですけど、片方しかなかったら同じ分量だけそれを使ってください。この時ね、最後は混ぜすぎないように、粉を入れた後は混ぜすぎるとケーキが固くなるので、ある程度
ダマがないぐらい混ざったら OK です。で、ここまで混ざったら最後にレモンの皮を入れます。道具紹介の時のビデオでね、これを紹介して、もう手放せない道具ってことで紹介したんですけれども、この時にすっごく便利で、レモンの皮がすごく綺麗に擦れるんですよ。ちょっとここそう、レモンの皮もこうやってシュッ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 って感じですっごいやりやすくて、ただ注意なのはやりやすいからといってこの白いところをするとレモンの皮って苦いんですね。なのであくまでもこの黄色いところだけをするようにしましょう。こうシュッシュッってやってこう位置を変えるような感じですよね。でこの感じでね、パルメザンチーズとかこれでやるとむちゃくちゃやりやすいんですよ。あとナツメグとか、まあ果物の皮はもちろんのこと、ニンニク生姜もねもちろんすりやすいですし、これはもうね手放せない道具ですね。毎日使ってます。こんな感じでレモンの皮は結構たっぷり入れた方が美味しいんですけど、まあ1個で大丈夫です。はい、そしたらねこうやってざっくり混ぜます。はい、型にね、紙を敷くんですけど、これ毎回ビデオで言ってますけど、そこだけ敷けばね、ナイフでぐるりと切れるんで、こうやってそこのとこだけね切って、全体敷くっていうレシピ多いですけど、ナイフとかなんだろう、クリームケーキのクリーム塗るやつあるじゃないですか、ヘラみたいなやつ、ああいうのがあればこうぐるってここをこう焼いた後にね切ってあげればいいだけの話なんで、そこだけ敷きます。でここに私はいつもオイルスプレーを一応やるんですけど、お好みでバターを塗ってくれてもいいし、自分でオイルを塗ってくれてもいいし、その辺はお好みです。で一応スプレーしてます。こうやってシャシャシャって、はい、じゃあここに生地を流して焼いていきたいと思います。はい、型にね流し込んで、これもね毎回言ってるんですけど、その使う型によってその生地がどれぐらいの厚さになったかっていうのはすごく焼き時間のポイントになってきます。これで言うとこの型結構大きいけど、まあそうですね、6分目ぐらい、6-7分目ぐらい、ケーキのね生地があって、あとケーキのね生地の緩さもすごく関係してくるんですよね。でだいたいこれぐらいかなと思っていつもレシピを書いたり焼き時間を決めるんですけど、まあ何よりね焼いてみて竹串で一番センターのところを刺してみて、つかなくなったら焼き上がりっていう感じで、途中でちょっと目を光らせて上が焦げてたらアルミホイルをかぶせてあげながら焼く、これさえ守ってれば失敗ないですのでね。はい、で今日はねとりあえず180度で45分焼いて様子を見たいと思います。焼けてきました。40分でねちょうどいい感じに焼けて、取り出して10分ぐらい冷ましました。そしたら周りをこうやってぐるっとね、普通にこうちっちゃいナイフでぐるっとやってあげて、型から出します。でこれで完全に冷めてからレモンアイシングを上からかけていきたいと思います。はい、それではねケーキが冷めてきたのでアイシングを作りたいと思います。レモン汁1個分こちらにちょっと絞ってあるんですけど、で粉砂糖ですね、粉砂糖は 100g ね。でもしダマがあったらね振ってあげてください、滑らかになるようにね。それでね、アイシングの作り方の時もねレシピをあんまり信用しない方がいいですね。自分で覚えた方がいいです。やり方は、まあ、とにかくね少しずつ入れて様子を見る、それだけしかもうやり方はないんですけど、まず大さじ1杯入れてみます。でこう様子を見つつ混ぜていくということですね。でどんな状態のアイシングが一番いいか、その
コンシステンシーですね、そのこう緩さね、それを覚えて自分で調節するのが一番いいと思います。結構ねすぐね入れすぎるとね緩くなりすぎちゃうし結構難しいよね。今大さじ1杯入れたでしょ、今度大さじ 半追加します。うん、これでもちょっと濃いね。ね、これだとちょっとドロドロでしょ。だからあともう半分弱ね追加しますよ。うん、これでもちょっとね、ちょっともうちょっと感じかな。あと半分追加するってことでね、大さじ2でしたね。粉糖 100g に対して大さじ2、これでもちょっとね濃いかもしれない。でね、粉糖ってねこうやって作って置いとくとどん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 乾燥していくのね。だからかける寸前に作ってください。作り置きしたらどん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 乾燥してね、また水分を足さなきゃいけなくなっちゃうんでね。それからねケーキにかけるとき、こういうふうにちょっと斜めになって、お、斜めになってるでしょ。これがあまり美しくないから、こっちのちょっと下の部分をね、切ってあげるんです。よいしょ。そんなにね神経質になることはないけれど、ちょっと綺麗になるじゃないですか。これでちょっと角度変えますね。こうすると全然綺麗でしょ。でこれでアイシングをかけてすごく綺麗にトッピングして包んでね包装したらね、結構プレゼントとかにも喜ばれるんで、このフランスではケークオシトロンって言いますけど、レモンドリズルケーキね。でイギリスのねレモンドリズルケーキはこのアイシングのもっともっと緩いバージョンを作って、こう刺してね染み込ませるんです、上からかけて。で下にお皿とか敷いてこう網をやって思いっきりよくねかけちゃいますよ、こうやって。でアイシングのこの感じも好みですよね。もうちょっとだけ緩くしたかったら、もっと薄いちょっと薄めのねアイシングができるんですけど、その加減がすごい難しくて、ちょっとでも入れすぎると今度すごい緩すぎちゃって、また粉糖を足さなきゃいけなくなっちゃうんで、なんだろう、ちょっとこう全部をね均等にバーッとこうグレイズみたいにしたかったら、もうちょっと薄くするといいかもしれません。でしばらくしたらこの下にたまるから、それをまたちょっと使ってね、ちょっとこうかけ直してあげてもいいし、こういう風に模様になってもよければ、これぐらいの硬さがいいと思います。こんな感じで可愛くアイシングができました。はい、ちょっと切ってみましょうかね。美味しそうに焼けてます。はい、ということでね、サワークリームの入るレモンドリズルケーキ、
フランスではケークをシトロンと言いますけれども、ぜひ作ってみてください。はい、このチャンネルではね、ヨーロッパ大陸で多様な食文化に触れてきた経験を生かして、各国の世界の料理、食周りの情報なんかをお届けしたいと思っていますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら、バイバイ。